ライオアトゥルー。はい、どうも、よっさん TV の、ちょ、くそっと。いや、もう、急に降ったら何するんかなと思って、俺、楽しみしたんですよ。どっちで行こう、あなたは。巷に転がるとかね、なんかね。巷に転がるを言ってくれるんかなと思ったら。いや、巷がすごい下ネタになってしまいそうな気がして、ちょっと、普通の紹介で。どういうこと、どういうこと、どういうこと。巷ってちょっとギリギリじゃないですか。はい、今日のゲストなんですけども、よしさんでーす。あ、どうも、よしさんジミです。よろしくお願いします。ありがとうございます、ほんまに。いや、もう説明不要やと思うんですけども、よしさんがやっぱここに来てるということは、やっぱり先日放送されたやりすぎ都市伝説の深掘りというか、関さんの深掘りですね。そうですね。をちょっと披露していただこうと思うんですけども、はい、まあ去年ですね、よしさんと出会って、まあ信じられない話をね、出ていただいて、ものすごい好評だったわけなんですけども、関さんに関する深掘りがですね、すごいやっぱり、ご自身のチャンネルでも再生数を取ってるじゃないですか。いやー、もうかもさんです。そうだから僕たちってそのエンタメのやりすぎ都市伝説っていう都市伝説番組に対しての理解は多分あると思うんですけど、多分関さんやその関さんがおっしゃってることに対しての理解度って多分業界の方だと一番あると思ってるんですよね。むずいっすよ。えあれはむずい。俺今回はごめんなさい、ちょっと批判じゃないですよ、ちょっとやりすぎ都市伝説に対してちょっと不完全燃焼とかあるんですよ。僕もねやっぱりその考察させてもらってますけど、はい、信者じゃないんで。ああ、なるほど。フラットな目でね、フラットな目で見て、うん、すごい分かりづらかったのはあると思います、うん、けど長年ね関明夫さんの考察させてもらってるんで、うんうん、1ある情報からも自由にするっていう、なるほどね、得意な面白い話になると思うんですけど、ね、でさらにね今日このコラボさせてもらってるタイミングっていうのが1月の今日16ですか、はい、ちょっと不利だなと思ってるんですよ。何が不利かというと、やっぱりやりすぎ都市伝説自体の内容がちょっと僕薄く感じたのは、1月1日にあった能登半島地震があって、まあ、何かしらこうちょっと地震に関することや災害に関することが削られたのかなって僕は考察をしたんですね。言っておりましたね。でそれを踏まえた上でさらに1月14日に例のメキシコで発表されたミイラがベル政府がね正式に偽物やれっていうことを発表したものですから、関さんがわざわざ現地まで行ってで対面したあのミイラが嘘なんちゃうんかという疑惑がね、確定は僕は分かんないですよ。疑惑がある状態で深掘り性ってどんなテーマを選んでくるのか僕はちょっと見物というか、いやもう楽しみなんですけど。大丈夫です大丈夫、履いてます。いけます。かわいいです。じゃあちょっとお願いします、ね、いきますよ。まあ今回のやりすぎ都市伝説結構長いじゃないですか。長いで、まあ結構分かりづらかったんですけども、うんうん、今回も用意しましたよ。何の話するか。何するんですか。単刀直入に、はいはい、スターオメガです。スターオメガね、なんかこう都市伝説をめちゃくちゃやってる人でもあんまり聞き馴染みがないんじゃないですか、スターオメガ。いやこれネットで調べると一切出てこない、うん、出てこないですよね。一切出てこないですよ、うん、でこの話、まあ、関さん今回もねメキシコ編のあたりでも話しましたけども、うん、このスターオメガは何ぞやという話をしていきます、うん、先に答え言いますよ。はい、なんすか、なんすかな、もうこれねイエス・キリストやと思ってくれたりです。そういうことですか、まあ、イエス・キリストって言うとあれですけど、イエス・キリストをこういう形でも表せることができますよ、はい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 、で、まあ、今回のね、まあ、その話、スターオメガなんぞやって話なんですけども、うん、この話をするためにまず前回の考察の話をせんとダメなんですよ、うん、あ、ぜひお願いします。おさらいですね、うん、今回のやりすぎ都市伝説は女神クババとか、ね、うんうん、立方体の話はあんまり出てこなかったですけども、はい、その話と関わるのがこのスターオメガ。ああ、そうなんだ。じゃあもうつまり前回コラボさせてもらった時のものがすごい重要になってくると。重要になってます。なのでちょっとね、はい、さらっとおさらいさせてもらいますと、はい、まあ、関明夫さんからの発言から、はい、ここに映ってるものは全て同じですよ、うん、すごいですよねこれ。もうその言葉の通りいくと、まあ、聖杯と銅板で書かれた誓い文書、うん、でクババ立方体ですね、うん、でヨハネの顔に月の女神アルテミスでキュベレ、みんな同一ですよっていう話をね、うん、させてもらいました。じゃあそうなのであれば、うん、じゃあ月の女神アルテミスとキュベレが同じ、うん、でキュベレはクババと同じ、うん、であれば立方体ことクババっていうのは月の女神と同じじゃないかってなってます、はいはいはい、でその前回のやりすぎ都市伝説で話したのがこんな感じで、ヨハネの顔ですよと、うん、で重要なことは裏にあるからっていうことで、うんうん、関さんが本当に言いたかったのは月の裏側じゃないかって話でした。これすごい持ってき方ですよね。もちろん月の裏側に関する考察とか都市伝説って山ほどありますけども、はい、改めてこれ月に今フィーチャーされてるっていうのがすごいなんかタイミングを感じますよね。タイミングか、もうこんなに早く話すと思ってなかったですよ。僕まで月やばいなと思ってたんですけど、うん、まさか2023年のうちに話すとは思ってなくて、だから本当にすぐ月の裏側が見えるんじゃないかっていう。そうですよね。何よりもその月と重ねて、そのね、この今図にもあるんですけど、やりすぎ都市伝説のロゴっていうのは言ったら都というものと、まあ、伝えるというものが半々になっていて、言ったらもう伝えるという方が普段見えてる表側、都っていうところが裏側ってなると、後ろには、まあ、言ったらそれ都市があるんじゃないかみたいなこともね、すごいよくできてるなと思って。ちなみにこれ、あの小池チャンネルの方でも、はいはい、
これにつながる話をしようかなと。すげえ。え、そうそうそう。しかも今日はなんとですね、小焼きチャンネルの方にもご出演いただいて、ヨシさんしか語れないワンピースの考察も話しまってるんで、ぜひね、ワンピースの好きな方もね、概要欄から行ってみてください。という感じで、まあ、これがね、月の裏側の正体なんじゃないかっていうことで、うん、まあ、基本的には僕らの方には見えてないんですけども、うん、そういう話を、前回させてもらいました。はい、あので、最後の最後、で結局月の中から何が出てくるのかっていうと、まあ、月っていうのは立方体と同じって話から、うん、月こと立方体を開けると、まあ、十字架みたいなのが出てくるんじゃないか。確かに確かに。つまりキリストなんじゃないかっていう話を前回させてもらいました。この展開図がちょうどね、貼り付けの十字架と同じですもんね、形が。ここに気づけるってすごいな。いや何2回検証したんやろ。2回言った方が伝わるかなってっていう感じでね、うん、まあなんですけど、今回はこれとつながるスターオメガなんです。はいはい、スターオメガ。スターオメガ。と、うん、いうことで、このスターオメガ、まあこれをつなげてくれる、今回のやりすぎ投資説2024の内容というか、そのどの辺なのか、結構いろんなセクションがあったと思うんですけども、はい、うん、今回注目するのが、ダダダン、メキシコ編、マーラさんです。もうこれしれって1回出てきましたけど、うんうんうん、これだけで十分です。おお、そうですか。これだけでもう1時間いける。だって普通の人はそんななんか分かんないですよ、そんな図だけ見ても。でしょ。これ面白いんですよ。まあこれも偶然重なってそういうことなんかなっていう考察になったんですけども、うん、はい、まあ、やりすぎ都市伝説どんな感じやったかというと、うん、一発目トルコのカッパドキア、二つ目スウェーデンマイクロチュー、でもう一回トルコ戻ってギョペクリテペ、うん、そう、ここの3つのキーワードはわりかし分かりやすいというか、前をなぞってるものもあって、うん、で皆さんに見なじみのあるものばっかりですよね、うん、で最後にメキシコ編だったわけなんですけども、うんうんうん、まあ、今回注目するのはメキシコ編ですね、はい、ちなみにギョペクリテペの話をこれも小焼きチャンネルの方で話すと思います、うんうん、すげえ、めっちゃ面白そう。ワンピースってただもんじゃないですか。ただもんじゃないですか。小田先生ただもんじゃないですけども、うんうんうん、じゃあこのメキシコ編どんな感じの話だったと言いますと、はいはい、まあちょっとおさらいになってますけど、うん、宇宙人のミイラ、かっこ偽物、あ、もう最新の情報が反映されてますか。反映されております、はいはいはい、まあだからあんなにすごいちょけてたのかなっていうのがありますけど。分かってて。いやだって偽物だと分かってるからお辞儀させてたりしますよね。お辞儀させたりとかしてたんちゃうかなって僕は思ったりしますね。なるほどね。で次に8人のコンタクティーいますよ、うん、で最後の最後ペーニャでなんちゃらみたいなね、はいはいはい、山がありまして、うん、これは本当は昔のバカでかい木だったんだよみたいな話なんですけども、うん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 、で今回注目するのが、うん、何回も言ってますが、この2つ目ですね、8人のコンタクティーの話をしていこうと思います。でこの8人のコンタクティーのそのマーラさんっていうね、うん、マーラさんの本名には D が入ってるって話があったんですけども、ね、どんな話。お、正解え、ちょっとすみません、宅急便がなんか来ましたね。今正解出すの早いですということで、まあ、マーラさんっていう方がね、宇宙人とコンタクトしてるっていう話なんですけども、うん、その前にね、このマーラさんの話を僕頑張って調べたんですよ。はいはい。英語が読めるんで。イギリスにね、長くね、滞在されてましたしね。全然出てこないんですよ。あ、そうっすか。で、関さんがあのやりすぎ投資伝説で見てる本とかも、むしろ取り寄せて読んだろうかなと。はいはいはい。スペイン語やけど頑張って翻訳し読もうかなと思ったんですけど、全然ないんですよ。売ってないし。で、おそらくっていうか、まあ、その一個だけサイトでマーラさんを紹介するね、英語で紹介してくれてるサイトがあって、それがメキシコアンエクスプレインっていうねサイトなんですけども、まあ、そこを引用しながらね話してもらいますけど、うわ、すごい情報。いや、まあ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 すごい情報のはずですはじめにやりすぎ投資伝説では8人のコンタクティーを選んだっていう話になってるんですけど、うんうん、それが大体1960年代あたりですね、うんうん、でやりすぎ都市伝説では8人の中でその人数が決まったまま固定されたまま1人が亡くなったら次新しい人が増えるっていう七部会と同じみたいな方式ですね、システムって話やったんじゃないですか、うん、はいはい、けどマーラさんのインタビューとかをこうまとめてくださってるサイトによると違うよと、うん、はい、あれ違うんすか。あれ、え、どういうこと。8人で交代制じゃなくて、宇宙人から言われたのはマーラさんが、うんうん、1960年代は8人けど、その10年後の1970年代には15,000人に増やす。ちょっと増えすぎちゃいます、急にっていう感じのこと書かれてたんですよ。はいはい。それ1970年代にそれですよ。ということは今何人おんねんって感じなんですよねえやばくないですか。いっぱいおる。もしかして1億人とかいるかもしれないね。下手しもう日本人全員ぐらいいるかもしれない。やばすっくないですか。でもなんで俺やりすぎ投資伝説8人の交代制っていうようにしたのかっていうのが疑問でありまして。ちゃんと答えあるんですか。僕の考察ですよ、まあ、あくまでこれは考察なんですけど、普通に考えたら8人って言った方がかっこいいみたいな、テレビ的になんかね、そうなんか選ばれし者感が出るじゃないですか。だからそんなテレビの都合でなんかみんな調べられへんことをいいことにちょっと8って言ったんちゃうかみたいなことを思っちゃうんですよ、すぐに。違うんですか。でも、うん、昔そのやりすぎ都市先生じゃない、関谷清さんの YouTube でも、はい、第7巻の人間立ち上がれみたいなね、はいはい、いろんな人に呼びかける場面があったんですけども、そう考えると8人以上いるって分かって呼びかけてると思うんですよ。なるほどね。っていうことは、はいはい、なぜやりすぎ都市伝説で8人と固定された人数にしたのかというと、
と、うん、今回話したスウェーデンのマイクロチップの件があるからなんじゃないかとは思うんですよ、はい、あのマイクロチップの、あのスウェーデンのねバイオニフ県っていう会社に行かれまして、うん、はいはいはい、スキヤキョーさんが、まあ、握手して俺もメンバーみたいなねシーンがあったと思うんですけど、入れてましたもんね実際ね。で実際2025年までにはすごい人数入れるって話ですけど、なんか当たり前にみんな入れてるよみたいな言ってましたね。感じですよね。多くの人がというよりもほぼ全員入ってるみたいな、結構断定的におっしゃってたから。確かに。もしこれマーラさんの10年後には1970年代には1万5000っていう情報、うんうんうん、じゃあ今はもっといるんじゃないかっていう情報を出しちゃうと入れないでしょ、うんうんうん、確かに。でもやりすぎ豆腐戦説っていうのはある意味スポンサーじゃないですけども関わりがあると、だから言わなかったんじゃないかと僕は思う。 あえてね、あえて8人の固定数を言ったんじゃないかという予想です。なるほどなるほど。じゃないとやっぱり関谷京さんの YouTube での発言とやっぱりちょっとずれちゃうと、ずれちゃうと思うんですよね、うん、確かに確かに。だからやりすぎはそういうとこもあるんかなって僕は思ったんですけど、うんうん、まあそれが一つなんですけど、うん、マーラさんがどうやって宇宙存在とコンタクトしたのかっていう話をね、はいはい、やりすぎ豆腐戦説あんまり詳しく説明してなかったんで、さらっとしましたよね、うん、さらっとだったんで、うん、説明するとメキシコにある駐車場でいきなり人間の見た目のような宇宙人が現れて、うんうんうん、でそこから駐車場で話してから、まあ、徐々にいろんなことを教えてもらうっていう話なんですけど、うんうん、このマーラさんっていうのは宇宙存在と出会う前にチベットに寄ってます、うん、でチベットに寄ってなんか典型みたいな、君に誰か会わせるからねみたいな言葉をもらって、うんうん、メキシコに帰ってきて宇宙存在に会うっていう話なんですよ、うん、まあ、そんなマーラさんの、まあ、やりすぎ豆腐戦説のマーラさんの話の中で出てきたのが、うん、この立方体の話です、はい、この立方体ね本で書かれてて、うんうん、まあ、スペイン語ではね宇宙的量子って書かれてたんですけども、まあ、どういう内容かというと宇宙存在から教えて人間の意識は7つの立方体で構成されているっていう話でした、うん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 、なんのこっちゃとね、分かんないですよね言われてもね、我々こんなんちゃうぞとまあでも使徒の形ですよこれ、もうエヴァの思いますね面白いな、まあ全然ツッコミが思い浮かばへん、ボケていいですかもうちょっと。いやもう全然好きになさってください。あの今日は投薬を読んでないというかいないのはボケにボケで面倒くさくなりそうやったからで、まあ、ボケにボケに全然ボケにボケでいいです今日その代わりあいつなんか久しぶりの休みで彼女となんか旅行じゃないですけどちょっとプチ遠出してるらしいんで、帰らしたんですか。でもびっくりしてるよ、プチ遠出ちゃうやん、相当遠出やん、もうそっから生配信してくれじゃん、中継つなげてくれ帰らしたんの遠野さん言うて僕らでメキシコ行くしかないですけどね。本当ですねこれね、まあまあ言うておりますけども、はい、まあまあじゃないダーダー言うとおります。ノリがね関西に負担もんです、すいません吉本こんな感じだと思います、はい、でこの立方体の話を掘り下げていきます、はいはい、というのも、うん、さっきね月の話で、まあ、月の 裏、ね、こんな感じですよ、はい、でまあそれは立方体と同じなんですけど、はい、月の裏といえども、はい、言うたら月の中なんですよ。ああはい、なるほど、玉の中に玉、確かにこれ中に入ってますもんね、だからもう玉の中に玉、略して玉玉なんですよ。どうしたどうしたの今日、ね、それを絶対言ったろうと思って来てる5時間前ぐらいからこれで緊張してたのかもしれないじゃあもういい、出し切ってもう出し切ってすっきりしました、ある意味ねちょっと出したね超えてきた超えてきたまあまあね、はい、そういう感じなんですけども、はい、うんうん、この玉の中に玉だからそれが立方体であれば、うん、立方体の中に立方体なんです。ああなるほど、はい、でこのマーラさんが見せたっていうか、うん、宇宙人が教わったこの立方体重ねたやつっていうのは、うんうん、この立方体の中に立方体っていうやつを展開させた図とそっくりなんですよ。へえ、どういうことやと。どういうことですか。なんですけども、じゃあまずマーラさんの立方体ね、これお見せしましたけども、うん、これとそっくりなものを結構前から描いてる画家さんがいます、まあ、この人もコンタクティーやと思うんですけども、おダリ、おダリね、有名な、まあ、この写真見たら、うん、あの人かってなると思うんですけども、お画家ですよね。この真ん中にね、マーラさんの立方体とそっくりな十字架を描いてる絵があるんですよ。ほんますごい、ほんと初めて見ましたこれ、立体的ですね。でそこに、まあ、キリストが貼り付けになって宇宙に浮いてる、なんじゃこれ。しかも手前に浮いてるんで手前にもちゃんとあるんですよね。ありますあります、もう一個キューブ、キューブが、いやすごいですねこれ。これをまあダリの十字架って言われたりしておりまして、はいはい、あそうなんだ。でもただ一つだけ違うのが8つの立方体です。あ、1個多いんだ。1個多い。なるほど。で、ちなみにね、この絵もあるんですけど、うん、この十字架っていうのが月だっていうのをダリは知ってるんだなっていう絵がもう一つありまして、うん、え、これです。これも貼り付けのやつですよね。そう、キリストが貼り付けられてる絵なんですけども、はいはいはい、キリストのその十字架が出てくる場所は立方体で、はい、それは月って話をしましたけども、はいはいはい、月ってのは夜しか基本的に存在しません、ね。はい、そうですね。だから朝にはいない。下は朝じゃないですか。ああ、なるほどなるほどなるほど、そういうことか。午後に空から生まれてくるキリスト。あ
るほどっていうのはもうこれ完全に月だと分かって書いてるんですよ。あ、だって普通に考えて不自然ですね、この空中に浮いてるような暗闇の中にこのね十字架って、もおかしいですもんね。おかしいです、おかしい。なるほどね。だからもうダリは分かって書いてたんだろうなっていうぐらいの絵なんですけども、うんうん、おいおい。でさっきのダリの立方体、うんうん、まあ、ダリの十字架って言うんですけど、うんうん、これは別名ハイパーキューブ。ハイパーキューブ、すごそうなキューブ出てきた。まあ、ちゃんと言うと、うん、さっき立方体の中に立方体の話しましたけども、うんうん、これがハイパーキューブ、うん、または四次元超立方体っていう名前。へー、面白い。でこれをバンって開けた図がこの絵になるんですけども、うんうん、これをちょっと詳しく説明します、はい、こんな感じ。まず1次元っていうのはもう横線です、線ですね。で2次元っていうのはちょっと平面ですもんね。で3次元で、まあ、立体になって、縦横斜めで4次元っていうのは、うん、そこの中にもう一個立方体が生まれるっていうのを数学者たちは表現するんですけども、はい、この4次元の立方体の中には合計8つの立方体があるんです、うんうんうん、でこの8つの立方体を3次元的な尺度じゃなくて、うん、4次元的な尺度で展開したら、うん、ダリ。なるほど、こういう感じなんで、うん、なるほどなるほど。見ます、そのどんな感じの感じか。はい、見たいです、見たいです。動画え、あるんですか。だって普通に僕たちは3次元の中で生きてるから、4次元の中の概念ってあんまりピンとこないですもんね。ほうほうほう、おお。こんな感じで開く。ああ、なるほど、ちゃんと展開図をね、こうなるような感じになってますけども。そうそうそう、だから立方体っていうのは必ずしも正立方体じゃないんで、ピラミッドの上がちょっと切れてる場合やつも言ったら立方体。うん、うん、確かに。マジで動き方がもう嫉妬そのものやないや、でも分かってるんじゃないですかね。で、じゃあそんな感じでハイパーキューブ4次元なので、あのさっきみたいな感じでどんどん変わるんですよ、はい、でそれをこの立方体の中の立方体、4次元超立方体っていうのは常に展開し続けてるみたいな感じで表されたりします、うん、はい、それを表したのがこんな感じです、ね、おー、これなんか見たことある。はい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 、小さい立方体が中から出てきて、うん、でかい立方体になるみたいな。なるほどね。これも 3D で表した映像をお見せしてるんですけど、うんうん、おもろこれ。じゃあお見せしたようにこんな感じで立方体が、はい、うん、中の立方体と外の立方体がまあ変わり続けるんですけども、うんうん、これをすごい難しい言い方でしますけど、4次元超立方体を4次元的な尺度でペトリー多角形という概念を用いて表したものがあるんですよ。ペトリー多角形。あの、僕よう分かってません、うんうん、まあ、そういうのがあるんですね。あるんですね。数学得意な方はよかったらコメントしていただければと思うんですけど、はい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 、じゃあこのグニューって変わるじゃないですか、うんうんうん、グニューってなっても戻るって話ですけど、うんうん、このちょっとグニューってなったとこって止めるんですよ。じゃあこういう図が出てきますはいはいはい、これちなみに綺麗な文様に見えると思うんですけども、いや、万華鏡を覗いたみたいな、一応ね、うん、頑張ったら立体に見えるんですよ。へー、観覧車みたいな形かな。あー、なるほどなるほど。で、まあ綺麗な文様なんですけど、うん、ここの文様の中に、うん、立方体が内側から出てくる、その途中で止めたらこういう立方体が出てくるんですけど、この文様の中にこういう星みたいに出てくるんですよ。だありますね。で、この形の星っていうのは聖書で出てくる星でありまして、うんうんうん、ベツヘレムの星って言います、うん、またのなクリスマスの星、クリスマススターって言われてまして、うん、はい、すごいあの聖書で重要な星であります、はい、でこのベツヘレムいつ出てきたのかと言いますと、うん、イエス・キリストが誕生するときに、まあ、3人のね賢者が星がすごい綺麗みたいで、ベツヘレムの星を見つけて、うん、その星のとこに行くと、まあ、マリアがイエス・キリストを身ごもって出産してた、はい、だからイエス・キリストが誕生したときに出てくる星がこの星なんです。なんか俺見たことあるな、あのそれこそキリストの絵なんかも腐るほどありますけども、はい、どっかの教会のところの書いてるところにこのマークの星型ありますよね。めっちゃ角尖ってる星とかあると思います、はい、ね、それってこのクリスマススターと言われるものなんだ。そうそうそう、へえ、めっちゃ勉強になる。確かにこれ背景に書いてるめっちゃ見る気がする。だからまあ最近は普通のね任天堂64のマリオで出てきそうな普通のスターみたいな、多いですけど、うん、もう本当は任天堂64じゃなくても別にマリオシリーズは結構出てきますけどねあれがすごいイメージ強くて、64世代だからあるんですねまあ、マリオっぽいのもありますけど、確かにめっちゃマリオ似てますよね。あ、僕めっちゃ似てますよ、声やってみていいですか。どうぞ。ヤッホーヤッフーということでこれはまあ切られるんだろうな。いや、これはめっちゃ疲れるめっちゃ疲れる、はい、怖っ。黒歴史ちょっとめちゃくちゃ疲れますから。黒歴史なんよ、はい、頑張りますっていう感じで、はい、まあ、これがクリスマスのスターって言いまして、うん、今回のやすぎ都市伝説でも出てきました、うん、はい、カッパドキアの、おー、カッパドキアね、地下にキリストが生まれた瞬間の映画が飾れておりまして、うん、これ不思議ですよね。カッパドキアっていうのはね、普通にこう地下都市みたいに言われてますけども、うん、まあ、そこにまあ教会みたいなのがあって、そこにも絵があったということですよね。絵があったので、で、あのキリストの上に星があって、その星とキリストがつながってるっていうなんですけど、うん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 、その星の形も全く同じ。あ、だから見覚えがちょっとずつあるんや。そうなんです、うん、
十字と X を足したやつですね、はいはいはい、になります。あ、ちなみになんかすごい順番がはちゃめちゃな感もありますけど、うん、このハイパーキューブって話しましたけど、うんうん、これとつながるのが過去のやりすぎ投資伝説でスティーブン・スピルバーグ監督のスーパー8っていう映画を話されたことなんですけど、うんうんうん、それとつながる話です、うんうんうん、スーパー8っていうのは、まあ、宇宙人がなんかその立方体を落として、うんうん、それを手に入れた子供たちがなんかすごいいろいろ冒険していくみたいな話なんですけど、はいはい、うん、なるほどね。このスーパー8って映画はハイパーキューブの、まあ、オマージュ的なところですね。すごいよくできてる。だってその、うん、まあ、特にその時代なんか四角のただの箱っていうかそのキューブ状のものを力がこう手に入るみたいな発想ってなかなかすごいですもんね。なかなかすごいです。本当僕たちでもね、仮面ライダーの変身ベルトとかセラムとかこの変身のこのスティックとかなんかもうちょっとこう華やかなもので力を手にして戦ったりするイメージがあるじゃないですか。ただのキューブ、それにめちゃくちゃ力が込められてるっていうのがすごいですよね。お前、ね、まあ、シンプルなんですけどね。ね、でもまあ見方を変えれば玉の中の玉ですから、はいはい、変身する場所って変身する場所です。どうしたどうしたどうした。で話をね、はいはい、戻しますと、はい、あのお見せしてる感じなんですけど、これですね、はい、こっちね、はい、まあ、玉の中に玉、うん、っていうのは立方体の立方体と同じです、うん、まあ、これを図だろうし、こんな感じで、これを展開したらダリの、まあ、立方体、うんうん、ハイパーキューブの展開したものでイエスキリストが貼り付けされてました、うん、で同じように下見てほしいんですけど、立方体の中に立方体、うん、これをグニューってやって途中で止めたらこんな感じの別ヘレムの星、うん、ことクリスマススター、まあ、イエスキリストが生まれたんじゃないかという星が浮かび上がるんですよ、うん、じゃあこれで何が分かるのかというと、何分かるんですか。これね、立方体が内側から出てきた時に、はい、キリストが生まれる星が出てくるっていう感じなんですか、うん、だから月の中のもう一個の玉、うん、または立方体の中の立方体、それが出てくる時にキリストが生まれますよっていう意味なんじゃないかってなるんですよ、うんうんうん、なるほど、イコールね。でこの内側、立方体の中の立方体、または月の中のもう一個の玉、うんうん、この存在こそがいわゆるスターオメガなんじゃないかと。おお、ここで出てきたスターオメガ。ちなみにあの疑問に思われている方も多いと思うので先に説明しますと、うん、ダリの絵、月っていうのは8つの立方体でできてるけど、うん、マーラさんの方の立方体は1つ少なかったじゃないですか。1個足りひんやんってなってますよ。じゃあ人間は7つでできてて月とされるものは8つみたいな、うん、じゃあなぜ1個少ないのかというと、うん、この立方体の中の立方体が生まれた時に初めて8つ目、うん、人間自体が完成する。じゃあまだ僕たち未完成な生き物、未完成なのかもしれないですよ。でこの立方体が最後の最後、月の中から、まあ、最後の審判とされる時にドンって出てくると。そしてその星の名前がスターオメガ。なるほど。じゃあこれスターオメガとどうつながるのか、うん、そもそもこの記号ね、うん、オメガとどうつながるかって話なんですけども、うん、オメガっていうこのね、うん、アルファベットっていうのは、まあ、ギリシャのアルファベットの最後の文字です、はい、で語源がありまして、うん、まあ、2つ別の意味がつながってできたのがオメガ、オメガなんです。そうなんだ。じゃあまずオっていうのは O なんですよ、うん、もうアルファベットの丸でメガっていうのは語源を遡ればすごいみたいな、うん、あー素晴らしいみたいな、うん、だからオメガっていう名前は丸を素晴らしいって言ってるんですよ。丸が素晴らしいっていう語源なのにオメガっていう記号は丸から穴が開いてるんですよ。お、確かに穴開いてますね。これ何を表してるのかというと、うん、女性の破水、妊婦の女性からドンって生まれる瞬間を表すために、うん、オメガという名前、素晴らしい王という名前をつけながら、うんうん、最後の最後はそこから生まれてきますよ。なるほどね、シンボルなんじゃないかな、うんうん、はい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 、いやそんな女性のそういう発信ってちょっと無理やりなんじゃないかと思う方も多いと思うんですけども、うんうん、じゃあこのオメガ小文字女性器やと。確かにもうまんまっていうか、ね、まんまん見た目のね、前から後ろからですかね。経験乏しいか分かんないんでちょっと教えてもらっていいですか。ちょっとほんまにでも警告くらいそうでよく人のチャンネルでまあこれも円と円が重なってる記号なので、うん、ね、まあ、これも女性器のシンボルなんです。前もねおっしゃってましたね、円と円が重なってね、ちょうど中心のところでね、中心のところにベシカパイセスの中心にこういう文字ができて、うんうんうん、そうすごいっすよねあれもね。まあ頑張って領域展開をしようと思ってるんですけど、はい大丈夫です、もうこれ以上やったらあのバンされるんで個人の展開は望んでません今分かりましたなのでスターオメガとされるその星っていうのは、うん、月の中にいるイエス・キリストとされる最後の審判の時に出てくる最後の立方体なのじゃないかっていう考察なんですよ、うんうん、おもろ。まあ、ここまでが一応スターオメガの話ですね、うんうんうん、でこっから、まあ、せっかくなんで、うん、今回のやりすぎ都市伝説で出てきた古代樹の話と言えるかなと思っておりまして、焼き知りたいな。さっきその別ヘレムの星、うん、話しましたね、はい、でこの別ヘレムの星っていうのはイエス・キリストが生まれた星なんで、うんうん、クリスマスツリーで飾られてる、まあ、クリスマススターでもありますと、はい、だからクリスマスツリーっていうのは一本のでかい木の上に星があるんです、うんうん、
対あるもんね。絶対あるじゃないですか、うん、じゃあ今回ねそのメキシコのパートで出てきたのがバカでかい岩で、あれはもともと木なんじゃないかと、宇宙と交信する場所じゃないかっていう話だったんですけども、はいはい、どこと交信していたのかっていうのがね、うん、徐々に分かってくるんですけど、うん、言うてもねあの情報を初めて聞いた人からしたら、うん、いやいやあれが木なわけないやんって思う方が結構多いと思う。まあ多いと思うけど、うん、結構いろんなね宗教施設の重要なところではその話を伝えようとしてる人たちはいまして、うん、でそれが実際に僕はイギリスで見てきたんですけど、イギリス見てきた、イギリスでバカでかい、うん、カッキーさんの家よりちょっとでかいかぐらい、何それバカでかい天井絵が、その振りは何なのそれイギリスのロンドン、うんうん、今セントポールカシードっていうバカでかい教会があります、うん、その天井絵にはこれもしかして巨大樹の話してるんじゃないかというものがあるんですよ、まあ、書いたのがウィリアム・ブレイク・リッチモンドさんで1904年、はい、500年ぐらい前の話なんですけど、はい、これ見てもらったらこれと思うんですけど、一本の木みたいなのがこういっぱいあると、でかい木がね、はいはい、で真ん中に太陽があって、その木の下には動物たちがいるっていう絵なんですよね、うんうん、でこれにはこの天井絵は全部で3つありまして、この3つの真ん中にあるのがこんな感じの絵で、うんうんうん、どういう絵かというと、太陽に向かってなんかカエルのような妖怪が水を噴射してるんですよ。でよくよく見ると太陽と隅っこにカエルの間ぐらいには魚が泳いでて完全に海状態なんです。確かにこれが表しているのが大洪水、うんうん、おーなるほど。で3つ目の絵がこちらなんですけども、太陽が復活してまた木が生えて、まあ、その下には鳥たちがいっぱいいるっていう絵なんですけど、さっきと木がちょっと違うじゃないですか。うん、違う。順番に並べるとこっちの木があって、次に大洪水があって、でその次にまた種類が違う木がある、はい、でこれ、まあ、イギリスの中でもバケモンでかい教会で、その一番重要な場所にこの天井絵が描かれてて、基本的には写真撮影禁止なんですよ。あ、ダメなんすね。基本的にはダメなんですよ。へー。でこの天井絵からこの順番から見るに、バカでかい木があって動物たちがいっぱいいたけど、うん、大洪水になって最後の最後は普通の木が生えてきた、はいはいはい、っていう話なんじゃないかと思うんですよ。なるほど。さあってストーリーがあるわけですね。ストーリーがある、はい、でじゃあ初めはこんな感じで一本のバカでかい木があるって考えると、今回のメキシコの話もそうですし、本当に洪水前はあれぐらいでかい木があったんじゃないかと思われるんですよ。なるほどね。じゃあそのバカでかい木があったとして、それが宇宙と交信する場所であればどこと交信していたのかってなるんですけども、それを伝えてくれているのがクリスマスツリーで、その先端にあるのは立方体と立方体を展開させた先にあるこの星。なるほどね。じゃあ元はこの立方体の立方体じゃないですか、うん、じゃあこれは別の見方をすると月の裏側は月になるのでなるほどな。あの古代樹を通して、うん、まあ、現在もそうですけども、うん、古代樹を通して月にいる何かと交信してたんじゃないかという話になります、うん、なるほどね。まさに月を指すんだと僕は思いますけど、まあもしかすると月に電波飛ばして、まあ、その月を通して他の宇宙とつながってる可能性も、うん、まあ、さらにねあるかもしれない。いろんな他の宇宙とか他の惑星との通信してたかもしれないですね、うん、可能性あると思います。で もクリスマスツリーってもう一回してみたら、上に星だけじゃなくて玉の時もありますよね。 ありますね。まさにそれって月そのものですよね。ほんまっすね。ダイレクトにね。だそういう風に一個ずつのことには意味あるんですね。いやー、そのクリスマスツリー一個取ってみても、そんななんか宇宙との交信っていうテーマ、壮大なものをね家に飾ってるんだと不思議になりますね。いやめちゃくちゃ面白い発見ばっかっすね。いや、ありがとうございます。なんすかスターオメガって、やば。いや、僕はスターオメガはもうこれしかないなと、まあ、確かにこの説明をやりすぎ都市伝説やるにはちょっと難しすぎるというか、一般受けじゃないですもんね。やりすぎ都市伝説は本当点を投げっぱなし、うんうん、それをみんなで拾ってなんとか説明してないみたいなそんな感じのとこありますね。誰か詳しい人解説してみたいなとこありますよねと僕は思ってますけど。なるほどね。だからこれを聞くとなんかすごい納得するのが、わりかしその世界にはこれもともと木だったんじゃないですか、デビルズタワーみたいな、あ、はいはい、とかあるじゃないですか。その木だったと思われるものが化石になってるみたいな。だからそれもあまりにも数が少ないんじゃないのみたいなね。だったらもっといろんなところにたくさんあってもいいじゃないですかみたいな、それがずっと僕は反論できなかったんですよ。でもこれを聞くと、その世界には本当に数本だけでもよくって、その後ちっちゃい木がたくさん生えてきてるだけのことで、まず電波になる塔なんかでそこら中にあるわけじゃないから、そういう代表的なものが各場所にあって、でそれが今の形になって、その代わり大洪水の後にちっちゃい木々がこう今生い茂ってるよという理屈がすごい分かりやすいなと思って、いやちょっとでも楽しんでもらえたのがこれはおもろい。ただの下ネタおじさんじゃない。でもただの下ネタおじさんではある。それはそうかも夜はねどっかね怪しいお店行ってスターオメガ探しに行ってるわけですから、まあね、うん、まあ、一本過ぎかね、はい、どこと交信するかっていう
あの僕彼女はイギリスにいるんですけど、はいはいはい、遠いんで。いや言わんでええんすよ。来ますよ週刊誌本当に。だからこれで次チャンネル登録者数減るかもしれない僕。逆に増えたらおもろいですね。逆に増えたらどうしよう。一本過ぎますよ。オメガさんたちがたくさん登録してる。何言ってんねん。いやでもこれ今ちょっとふと思ったんですけど、うん、オーマイガーってあるじゃないですか。オメガから言ってるかもしれないです。あ、オメガ、なるほどね。オーマイガーってやってこうやって。あ、ほんまやる。ジェスチャーもそうだもんね。でちなみにこのオーマイガーの瞬間って目なんで、うん、はいはいはい。あ、確かに。目っていうのは女性との輪郭なんで、もしかすると英語圏ですけど分かってる人がオーマイガというオーメイガっていうのをインゴで入れてるのかもしれないです、ね、いやありえるよね。なんかこじつけっぽくも聞こえるけども、結構その語呂合わせで生ってそうなってるものが世の中多いですからね。すごい勉強だ。お勉強なんですよ、吉さんの話はね。巷に転がってへん都市伝説ですか。巷って、巷また言ってるわこの人。巷に転がってる、まあ、都市伝説。はい、もう締めていいかな。締めていい。小焼きチャンネルの方でですね、普段東亜くんがねメインで出てるんですけども、はい、たまにワンピース研究所ということで小焼きとそのね考察者が対談するコーナーがあるんですけど、はい、まあ、自宅で撮るんですけども、これ今から撮りに行くんで、今この内容でねワンピースの考察聞くのって新しい視点だと思うから、みんなもめちゃくちゃ見に来てほしいし、小焼き Vlog の方にもね今日はご出演いただいてるので、はい、とにかくいろんなことが新しい知識入ってくる日なんで、3チャンネルともぜひね時間かかると思いますけど見に行ってください。そして何も吉さんのチャンネルにね今見てるオメガの皆さん、あ、ごめんなさい、視聴者の皆様ぜひチャンネル登録しに行ってください。普段はものすごいねちゃんとされてる、あの部屋の隅っこで三角座りしてます。小池チャンネルの方のワンピースはほんま見てください、ね、自信ある。あ、今回めちゃくちゃおもろいっすよ。むしろそっちめちゃくちゃおもろい。なるほど。スター取ったマリオどんな感じの声でしたっけ。だからちょっとね、64のマリオなのよね。でもそうなんですよ、俺はすごい分かるよ。3段3段飛びで壁に当たって、うん、それをやりたかった。もう64ですね、64世代。64ね、分かるよ分かんないけど、今時代違うから。今もうスイッチやから。スイッチ、はい、あ、僕締め方全然分かんない。ああ、もうこのままじゃあフラット終わりますわ。フラット終わるんですね、はい、じゃあ皆さん花待ってます。花待ってます。バイ。ライオはトゥー、あなたは信じる、ちまたに転がる都市伝説、どうも、小池です。アンバサダーの東洋です。やっとこれを話せるだけでした。うわっ！自分のここに何か乗っかって、ここにいる人たちが見なくなったら俺らも死ぬ。配信したけど、言えないワードとか言うことができない。これはなんか、お前じゃないらしい。全然違う。ちょっと言えない。失えやしないよ、思うがまま君を連れて羽ばたきたい。秘密でもいい、秘密の通り、夜空に飛び立つ心象のストーリー。